はい、あんまり言えないんで 言えないんで、YouTube さん言えないんで、シャープセクハラって書いて、シャープ立花隆、シャープ NHK から国民を守る党、シャープ、GOTO セクハラって、書いてありますね。立花隆さん、はい、ご立派な方でございますがね、裏ではいろんなことをなされてるね。まあ誰でもですね、政治家 ね、お金持ってますからね。お金が持ってれば、お金持ってればもうね、何でもできちゃうわけですよ。うん、はい、まあ口説いてんでしょうねこれね。うん、あ、くどいてるって、もろ、すみません。今のちょっと、間違えました。もろ言ってんだからね。うん、これね。これ永久保存版、保存版で面白いですね。これね。これはでもさすがにね、ダウンロードして撮っとくのもちょっとね、ちょっと無理なんで、まあこんな動画でいいかなと思いますけれどもね。はい、セクハラぐらいは大丈夫なんだろう、 YouTube さんね、許してくださいね。別に私がやってるわけじゃないから、私がやってるわけじゃないからね。まあお金もな、何兆円も持ってんですかね。何兆円か何千億円か分かんないですけど、うん、ね、あの無限の富ですよ。国民から集まるわけですよ、税金からね。無限の富をお持ちの方ですからね、何でもできちゃうんで、そんな集めたお金ね、どう使おうがね、勝手だからね。だから今のこの政府とかですね、そういうのって必要なのかなっていうことなんですよね。うん、それをもう多くの方が言ってますんで、政府とかいらないんじゃないですかね。うん、ない方がいいよね。うん、ね、あの天皇の話ももう何本もやりましたけどね、天皇好きな人だけで天皇やればいいのでね、天皇制ね。はい、でこの三角ピラミッド、好きな人だけで三角ピラミッド社会やればいいんですよ。うん、はい、どうもすいません。失礼します。